おはようございます、こんにちは、こんばんは。アフリカ続きをやっていきましょう。前回、新しい、キボコ湿原というところが、解禁されたので、今回もね、おそらくそっちの方で写真を撮るかと思います。ただね気になってるのがジェームスが前回からそうなんだけど、ジェームスがどこに行ったんだって。あの、もしかしたらアンナさんが夜あのなんか夜行性のハイエナとかをさ撮るためにあのジェームスを餌としてアフリカ草原に放り出したんじゃないか説が、まさかね、まさか、あの、とりあえずジェームスの家はもうこれで死んだことになっちゃったけど、あの、大丈夫、最後の写真はあのかっこよく撮ってあるからまあとりあえず、メールから確認していきましょう。お、キリンと同じ目線で撮ってきてくれ。インパラのハーレム、アフリカゾーンに付き添う鳥。結構どれも難しそうな感じだね。とりあえず何、前回の写真で送ってないものとかあったっけな。ないか。とりあえずまずはこれからか。アフリカゾーンに付き添う鳥、マイク・ジェラード。最近撮影の仕事をやってるんだって。俺の仕事が減っちまいそうだな。それはさておき、アマサギって鳥知ってるか。いつも大型草食動物と一緒に行動するんだそうだ。アマサギがアフリカゾウと一緒に写ってる写真の依頼が来たんだけど、あいにく忙しくてさ、代わりに撮ってきてくれないか。写真家マイク・ジェラード。アマサギって前回確か撮ったよね。ということはそれを探して、でもアフリカゾウ結構遠いところにいたんだよね。インパラのハーレム、東アフリカ自然保護会の脇売りです。エリック・ウデオさんはインパラという動物をご存知ですか。インパラは一夫多妻で、一頭のオスの周りに何頭ものメスが集まり、ハーレムを形成しています。そのハーレムの様子を撮ってきてほしいのです。インパラのオスは立派な角が目印です。オスとメスが一緒に写っている写真をお願いします。オスとメス、よくね、よくまさかの、どうすか。アングラーグッドのエクセレントグレートテクニック。ちょっと残念か。しょうがない。じゃあアフリカゾウに従う鳥と、ゾウがするのと、これが難しそうだね。キリンと同じ目線で撮ってきてくれ。アメージングアニマル編集部、エリック・ウェダー、木登りは得意だったっけ。一つ仕事を頼みたいんだ。キリンの顔アップ写真が必要なんだが、今回はどうしても木の上から撮ってほしいんだ。編集長に木の上から撮りますからって言っちゃったんだよ。人助けだと思って頼むよ。アメージングアニマル編集部、ジョー・リベラ。この野郎自分が撮るわけじゃないからってさ、まったく人任せにしやがって。ちなみにディフィカリでもそんなに難し、難易度はそんなにでもないんだね。ただ近づいてきてくれるかどうかって話か。何かし、変わったこととかあったかな。特に何もない。
ジェームス。あっとっとっと。カメラマニュアル、まあ。カメラが増えてないから、そんなマニュアルも増えてないか。うん、だよね。そうだよね。キボコ湿原は珍しい野鳥が多いから、ついバードウォッチングに夢中になるわ。そうっすね。怖い女性だ。まさかジェームスをおとりにして、まあね、研究者ってたまにそういう人いそうな気がするけどね。いわゆるマッドサイエンティストじゃないけどさ。とにかくこう、誰でも、こう、犠牲にしちゃうようなさ、怖いな。お、っていうことはもうここから、もう自分たちの好きに動けるってこと。ことか。さーてさて。これじゃない、これじゃない。ゲッチュー。ん？ジェームス！生きてた！ジャンボエリック上田さん。よかった。ハイエナに食われたのかと思ってたよ。生きてた。気の弱い動物はあんまり近づくと逃げ出しちゃいます。うん。わかったよ。とりあえず。もう、よかったよかった。さて、それじゃあ、どうしよっか。っていうか、BGM もなくなってるね。どっから行こうかな。よいしょ。あれ、ここヒポプールじゃなかったっけ？カバどこ行ったんだろう。まあいいや。これ横転とかしたりしないよね。いやっ、うわっ、あ、なるほどね。登れないところはこうぶつかっちゃうわけさ。よし、ここを登れるかな。そうだな。キリンね。キリンって言ったらもうここしかないけどさ。ヒュー。すまんな、すまんな動物たちよ。これ登れるんじゃない？ほらほら、やっぱり登れた。うん。問題はどこまで登れるかだよね。さてさて。キリンさん、シマウマはいるね。なんか影がすごいことになってる。
キリンが来ないな。ちょっと驚かしすぎちゃったかな。あ、いや、来てる来てる。うん、来てる。おお、いた。うん、いいんだけど、もうちょっと下かな。惜しい。すごく惜しい。もうちょっと前来てくれないかな。あ、この状態だと口笛も吹けないんだ。残念。うん、どうしようかな。他にキリンとか来てくれないかな。うん、もうちょっと手が食いすぎでしょ。どんだけ食うのこいつ。うまいか、草がうまいのか。もしゃもしゃしやがって。他にキリンって来そうかな。どっかいない？ああ、行っちゃったね。こんなのでいいの？正直あんまり微妙なんだよね。うん、と言っても、こっからもうちょっと横にずれて動くってこともできなさそうだし。ここからだとアングル的にまだちょっと遠いんだよな。こっちに寄ってきてくれればすごく嬉しいんだけど。うん、あれは水飲みに来そうだね。キリン、お、水飲みか。うまいっすか。お、いいんじゃない、いいんじゃない。こっち来てくれればすごく嬉しい。しまった。くそ、間違えて四角ボタン押しちゃったよ。いや、でも、あー、横行っちゃったか。
うん、食べ終わるの待ってみようか。フォーカスロックしておいて、いつ動いてもいいように。うん。まあ周りを見るときはピンボケでも別に構わないからね。撮るときにピントが合ってればいい。うん、ダメか。うん、ピンボケしちゃったね。こっち、どっちが見やすいかでね。いや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 、戻ってきてくれないだろうか。結構このゲームって耐久ゲームみたいな感じもあるね。お、あーダメか。ねえ、お腹空いてない？餌がここにあるんだけど。ねえ、ご飯食べようよ。今さ、僕ラーメン食べたいんだ。来た。今度はボタン押し間違えないようにしないと。R1 ね。R1。うわー、くそ。バッカ。なんで四角押した。あーでもギリギリ、うん、まあ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 、いやーカメラじゃないけどコントローラーであれしてるから操作するから難しいな。シャッター R1 ね、 R1 ね。ついドキドキしてこう、つい四角ボタンを押しちゃう。うん、シャッターを押すときはもう他のボタンを押さないようにこうしておかないとな。あのコントローラーの R1 のみ。R1 のみ、うん、これね。フォーカスロック、フォーカスロック、よし、 R1。 もう失敗しないと。ていうか、見て、あっち行ったかならいい。うん、そろそろお腹いっぱいでしょう。うん、木の陰から顔を外してくれるとすごく嬉しいな。もしゃもしゃ食いやがって。
今良かったんじゃない。いい感じっぽい。またね、これいいでしょう。うん、これはうん最高だ。お待たせ。よし、それじゃあ湿原の方に行こう。やっほー、飛ばすぞ。ここからはちょっと崖になってきました。あ、ここもダメか、登れないのね、残念。よし、次は何だっけ。キリンの次は、あ、アフリカゾウと、ここも登れなさそう。アフリカゾウとアマサギか。チーターいない？猫科の動物は取っときたい。いなさそうだね。やっぱりあれかな、あのミッションでないと出てこないっていう動物なのかな。キリンでしょ。前の撮影が終わった時にはここで最終的にあのなんか休憩してたんだよね。ガゼル、前はチーターここに、ここから猛スピードで走ってきたけどね。いないか、しょうがない。いないのな、いないのは取れないもんな。いやー、写真撮影も楽しいけど、おっとっとっと、この広大なマップを、広大なのかな、木箱出現。あの車で移動するのもすごく楽しい。前回までね、あの前回までっていうか前々回までね、あのもう基本車の運転はジェームスとアンナしかしてくれなかったからね。ああ、まあ、ジェームスがしてくれたからね。アンナは前回か。で、途中から変わってくれたんだよ。さて、問題はここだよね。その、アフリカゾウとアマサギが一緒にいる。アフリカゾウ前回すごく遠いところにいたから、まあ、とりあえず前回そのゾウがいたところまで行ってみようか。ちょっと待って、なんかいなかった今。ああ、ただのアリ塚か。あれって確か前回行ったところだっけ？いや、前回行ったのはここか。ゾウいる？
あ、いた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 。よし。遠いもんな。とりあえず近づけるところまで近づいてみようか。ああ。どうなんだろう、ゾウたちどうにかしてこっちに近寄ってきてくれないかな。それか他のところにゾウがいるとか。ねえアンナさん、運転席に乗るじゃなくて、まだ発見していない動物がいるかもしれないわ。注意して探しましょう。うん。注意して探すのはいいんだけどさ。象どうにかしてくれない？こっからじゃねえ。ゾウの撮影できないな。ズームイン。マジモジャ池。ここがあれなんだよね。おそらく、もう深くていけないってことになっちゃうんだと思うんだけど。まあ、深くてでも、ゾウたちあんなに出てるってことは、そんなに深くはないと思うんだけど、マジモジャ池は、まだ行けないってこと。どうなんだろう。わからんな。それがとりあえずキリンの方を先に済ましちゃって、エンドサファリじゃない。てかこっから先にまだ行けないのかな。あ、ちょっと待て。アフリカ水牛。ただこいつらもなんかすごいやばそうだよね。突進とかしてくるんじゃない？うん。なんかこっち来てる気がしなくもないけど。やばい。うわ、逃げろ逃げろ逃げろ。よし逃げ切った。こんなところで、あの写真を失うわけにはいかない。
車には勝てるか。でも今の写真結構いいんじゃない？うん、結構個人的にはうまく撮れたと思う。危ない、あんまり動物に近づきすぎちゃダメよ。あ、そうなるのね。エリック上田、この先の地図はまだ本部から届いてないわ。あー、じゃあ行けないってことか。なるほどね。他に何かいるかな。やっほー、いて、あれだっけ、これじゃない、あれ、これでもないな。あの入れる木ってどこだ。メニューじゃない。いて。よいしょ。あれだ。入り心地チェック。なんかさ、あれだよね、沖縄のなんかこう、なんだっけ、妖怪か、なんとか、なんとかっていう妖精みたいな、あの木の妖精みたいなのがこんな感じじゃなかったっけ。っていうか気になるのは、本当にここってさ、何があるんだろう。たまに入るとなんか動物がいたりとかってあるのかな。見た感じなさそうだけどね。とりあえず帰りましょう。よし、戻るぞ。いや、どこの暴走族ですか。で、よいしょ。あとはとりあえずそのキリンの顔を送って、キリンの顔を送ったら、象なんだよな。だよ、ゾウ、どうすればいいんだろう。ローディングが長い。あんなに遠いところにいるゾウを撮るには、それよりもまずそのアマサギと一緒に写ってないとダメなんだよね。アマサギってどんな、すごい赤い。よいしょ。
だいぶ暗くなってきたね。いい景色だ。実際サバンナの夕焼けってこんな感じなのかな。登れなかった。ここから行けるでしょう、うん、ほらね、キャンプあったあった。おっとっと、テントグッズがあった。お、ちょうど終わったね。うん、いやー、綺麗な夕日。今日も一日お疲れ様でした。キャンプに戻ります。さて、とりあえず写真を取り込んで、で、キリンと同じ目線、これは送ってあげよう。どうよ、マーベラスグレータギオグレープ。いやいやいや、まあまあええか。さて、いかぞ、俺がな、アマサギがアフリカゾウと一緒に写っている。難しいな。ショッピングも特に何も増えてない。そろそろちょっとフォトストレージ買い出しておこうか。もう撮れない。そんな悲劇とはこれでおさらば。所持していると撮影可能枚数が50枚に増加。カメラと一緒に携帯してもかさばらないハンディタイプのフォトストレージ。ああ、買っておこう。とりあえずキャンプ用テントね。いかなる場所でも牧場のひとときを提供します。買っちゃう？買っちゃう？買っておこうか。アンナさん、今日の調査どうだった？もう時間も遅いし明日に備えて休みましょう。そうだね、とりあえず休んでおこう。さて、何かメールは特に来てないか。やっぱりこの像を取らないと話が始まらない感じか。あ、ジャンボナビも200枚しか保存できないんだ。ちょっとまずいな。ベースキャンプを出る。どうしようか。ゾウをなんとか追い込めないかなと思うんだけど。ローディング長い。ねえジェームス、なんかさ、いい方法ない？
ジャンボエリック上田さん、動物に襲われるとカメラの中の写真が全部なくなってしまいますよ。知ってるわ。他にさ、行ける場所とかないのかな。ここから先も行けなさそうだな。難しいね。中に入る。とりあえず今回はここまでにしましょうか。うん。で、次回その像をなんとかできないかっていうのをちょっと考えてみましょう。どっかに書いてない？像に関して。あ、そうそう、水牛の写真もね、送っておかないとね。トムソン風、インパラ、トピ、マサイキリン、カバ。すげえ。こういう写真撮れればね、すごくいいんだけどね。サバンナモンキー、かわいい。アマサギ、あ、こんな感じの、これか。桃色ペリカン、月の輪テイムク、耳ひだはぐらし、 3D ビュー、すげえ、空を飛んでる。うん、象も撮ってないから、うん、いや、撮ってあるよね。ディスタンスバットか。これでゾウのなんかあれができてないかな、フィールドガイド。これでさ、なんかゾウの撮影の仕方というか、こっちに移動、呼び寄せる方法を書いてなかったりしない？来た、アフリカゾウ。アフリカゾウは地球上で最大の陸上動物である。アジアゾウよりわずかに大きく、アフリカ大陸の形に似た大きな耳でアジアゾウと区別することができる。ゾウの耳はこの、ゾウの耳はこの大型動物の体を冷やすために熱を放射するが、アフリカの暑さはその熱の放射というのは十分ではないことが多い。ゾウは水が好きで、鼻で吸い上げた水を全身にかけてシャワーを楽しむ。その後、体を保護するための乳を体に吹きかける、長い鼻は匂いを嗅ぎ呼吸をし、高い声で鳴き、水を飲み、餌をつかむことに使う。鼻だけでそのおよそ10万もの異なる筋肉を有する。アフリカゾウの鼻先には小さなものを掴むことができる2つの指のような機能を果たす部分がある。また、オスメスとともに植物の芽を取ったり、木の皮を剥いだりするために使う牙がある。オスは戦いの際にも牙を使うが、ゾウゲは自らに危険を及ぼす原因ともなっている。というのも、ゾウゲは一部の人間にとっては非常に価値があり、それを取る目的で多くのゾウが密猟されてきた。象牙の取引は現在では違法だが完全になくなってはおらず、アフリカゾウは絶滅の危機に瀕している。ゾウの餌は植物の根や葉、果物、木の皮などだ。1日に食べる餌は136キロにもなる。食欲旺盛なこの動物はあんまり睡眠をとらない。ゾウはその巨体を維持するため大量の食料を探し回らなければならず、極めて長い距離を歩き回る。ゾウにとって出産は大変な行為である。哺乳動物の中で最も妊娠期間が長く、およそ22ヶ月である。ゾウは普通2年から4年ごとに子供を1頭産む。子ゾウの、誕生時の体重は約90キロで、身長は約90センチである。メスのゾウはその子供たちと一緒に家族で群れを暮らす。家族の群れで暮らすが、オスは単独で行動する傾向がある。なお、アフリカゾウはアジアゾウとは異なり、家畜としての飼育が難しい。ヒント的なものは書いてないね。
そう。なるほどね。うん。やっぱり自分で何とかするしかないか。まあ、というわけで、うん、今回はここで終わりたいと思います。それでは、お疲れ様でした。